フェラーリ F430GT に、ゾルダーにて、2008年の FIAGT 選手権は、FIAGT 選手権の12年目のシーズン。GT カー2クラスによって、タイトルが争われ、それぞれ GT1、GT2 の名称で実施された。また、G2 及び G3 クラスの車両は、混走が認められたが、ポイントは与えられなかった。 シリーズは4月20日のシルバーストンサーキットで開幕し、11月23日のサンドイスまで全10戦で行われた。2008年シーズンの公式カレンダーは FIA によって2007年10月24日に発表された。すべてのレースは2時間で行われたが、スパ24時間及びブカレスト式チャレンジはこの限りではない。 ブカレストシティチャレンジは1時間レースが2回行われ、それぞれ2分の1ポイントが与えられた。アドリア2時間はナイトレース、サンルイス2時間は FIAGT 選手権史上初の南米におけるレースとなった。ポイントはトップ8に対して10から8から6から5から、4から3から2から1ポイントが与えられたが、スパ24時間では6時間及び12時間。 経過時点でのトップ8に対して、それぞれ2分の1のポイントが与えられた。各チーム2台の着順に関わらず、ポイントはカウントされた。G2 クラスに選手権はかけられなかった。ポイントは、スパ24時間を除くレースでトップ8に対して、10から8から6から5から4から3から2から1ポイントが与えられた。ドライバーは、最低35分をドライブしなければ、 ポイントが与えられない。サイテーションカップは GT1 をドライブするアマチュアドライバーのみが対象となる。第6戦のスパ24時間及び第10戦のサンルイース2時間は対象外。ありがとうございます。